はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温24度、水温25度。いやー、久しぶりの今日のハイライトのコーナーです。というのもですね、甲州祭りがね開催されておりましたので、しばらくファンダイビングはやってなかったんですけども、今回無事に甲州祭り終了しました。今年はオープンウォーターダイバーは64名認定されました。講習に参加したゲストの皆さん全員合格することができました。ヘルプスタッフの皆様、ご協力ありがとうございました。そんなこんなで今日は久しぶりのファンダイブ、黒島方面でのダイビングとなりました。今日はねミクがガイドをしたので、僕はフリーだったので、ちょっと深場まで探検に行ってきました。深場のアイドル、あけぼのハゼです。ペアでぴょこぴょこ、とっても綺麗です。そしてこちらはとっても珍しいヘルフリッチ、まあ、シコンハタタテハゼという名前がついてるんですけども、かなり珍しいハゼです。このハゼもとっても美しいですね。深さもかなり深いんですが、距離も相当泳ぐので帰りめちゃくちゃしんどかったです。そして浅場に戻ると、こちらもとっても珍しい魚です。コガネヤッコ、かなりシャイなので岩陰からなかなか出てきてくれないんですが、これぜひ見てもらいたい魚ですね。黒島といえばアオウミガメ、ファンダイブチームはアオウミガメをたっぷりと堪能したようです。この時期の黒島の主役といえばマンタ、今日もマンタしっかり見れました。ということで今日はここまで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録お願いします。